第二次、森改造内閣は、森吉郎が、第86代内閣総理大臣に任命され、2000年12月5日から2001年1月6日まで続いた日本の内閣である。前の第二次、森内閣の改造内閣であり、20世紀と21世紀をまたぐ内閣でもある。翌2001年1月6日に実施される、中央省庁再編を控え、大臣、 長官官、政務次官官の兼任が多いのが特徴だが、これは再編により、各省大臣等の新たな補職事例が発出されることを視野に入れたものである。全内閣が閣僚待望組を多く入れた大会思想などと言われたのとは、対照的に首相経験者である橋本龍太郎や将来のリーダー候補とみなされていた、ぬかが福士郎、町村信孝、 河村正彦などを新たに入閣させ、留任の宮沢喜一、平沼武を河野洋平らと合わせて重量級の夫人と言われた。他方、2000年11月に起きた加藤の乱の中心となった加藤派、山崎派の議員からは、閣僚や党役員が起用されていない。高村は森吉郎首相に法相に任じられた。半年前に、 旧川本派を継承したばかりだったので、閣僚経験のない若手を押し込もうとしたが、森さんは、あなたにぜひ、入ってほしいと譲らなかった。加藤孝一さんの反乱があった、直後の人事だったので、重量級の顔ぶれにしたかったようだ。と述べている。首相経験者である、宮沢、橋本の二人が閣僚となった。首相経験者が二人閣僚として入閣している、内閣は、 東国宮内閣以来56年ぶりである。また、自由民主党総裁経験者は3人入閣している。加藤の乱を抑え込んだ、幹事長の野中博は12月1日、幹事長として混乱の責任を取ると辞任を表明。公認には、国会対策委員長の小浜ことを推し、森首相は受け入れた。笹川国務大臣は、いわゆる無人所大臣。 改造翌日の12月6日発足。1999年9月20日、将来の副大臣制度を見据えた政務次官の権限強化に関する法改正があり、同日以降は総括政務次官と呼称することとなった。この法改正では、権限部分のみで官職名までは改められず、閣議での申し合わせという形で総括呼称が導入されたため、 法的根拠を要する任命事例には、総括を含まない正式官職名が使用された。最後の政務次官で1ヶ月後に副大臣制へ移行することもあり、閣議での合意に基づきこの中央省庁再編前の第2次森改造内閣の未政務次官全員に、総括が監された。ありがとうございます。